皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志5、31回目やっていきたいと思います。縁を取ったところでね、終了したと思いますので、とりあえずね、担当替えしとかないためね、まあこの下3人、劉宗さん、以下3人よいしょ、まあ電柱さんね、武力意外とあるのにびっくりしたんですけどね。はい、で、あとは縁じゃなくて縁か、上書さん特殊がちょっともったいないので、計略担当ね、昴生さんどうしようかな。まあ修礼さんは武官でいいよね。政治がね29しかないから、まあとりあえず手計略担当、序書さんで、あとは生徒は武官一人ね置いときたい形ですね。まあここは孫権軍をちょっと睨んでる場所なんですけども、公領も兵が少ない、全くいないんだね。とりあえず年末なんでね、人員配置先にしときたい部分ありますね。文平さん内政でいいか、政治が意外とあるんでね。西郷さん、いいか。はい、こんな感じですね。まあ効果はこれで、特殊がいなくなっちゃったけどね。まあ民中76あるから大丈夫でしょう。ああそうだ、大衆変えとかないとね。ここは大丈夫ね、理解さんでいいよね。金星さんね、金星さん軍人しとこうか。よいしょ。で、公領はね、大衆をまず領家さんにして、君主か、任免だね。はい、大衆。まあ長所さんでもいいんだけど、兵持てないからね。で、交渉さん内政にしとこか、40あるからね、一応。まあいいか、それぐらいかな。花弁は、加工徳さんね、加工徳さん内政でいいよね。長英さんはまあ巡察の時にねいるので、はい、人事はいけたんで、あとは訓練等ですね。経験値少ない方にねさせたいんで、
ここは、ああ、そこそこそこ。兵がだいぶ削れちゃったからね。馬長さん、非捕獲3なんですね。そかそか、超音さん、馬長さんの兵がなくなってるから再編成しないといけないのか。49枚いるからね。再編成しとこうか。担当じゃなかった、こっちだね。大丈夫なんで、とりあえずちょっと甲虫さん削って、で、あとはちょっと超音さんに入れときましょう。で、流装さんいらない、電柱さんもいらないんで、あとはシャッフル。83か、これ混ぜとこう。で、孔明さんにね、ちょっと残り入れて、一旦これでちょっと置いときましょう。で、訓練、まあどっちでもいいんだけどね。はい。で、あとは褒美ね。昴生さん、秀麗さん変えるの忘れてたな、先に。迷うな。内政でいいか。あ、でも魅力あるからな。まあちょっと特殊で置いときましょうか。で、あとは縁ですね。昴生さんはちょっと上げときたいね。後々役に立ちそうだからね。とりあえず寝返られる前に、再編成して最後昴生さんあげてこの月終わらせましょうか。ちょっと総戻しでいいね。で、そう、はい、よいしょ、はい。上昇さんまでになっちゃうのか。上昇さんは兵持たしときたいな。1000ぐらいにしとこう。牛金さん10000でしょ。ホトクさんも12000でいいや。で、マックス、よいしょ。で、褒美ね。200ぐらい与えて、はい。ひゃはー、金だ金だってはい、これでスキップします。ほう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 、もう閣僚、県連の住民たちが訴えたいことがあり面会します。はい。おう、毛閣軍を追い出してくださいと。を内容しますと。
あとどれぐらい残ってたかな。同盟期間ね。それでも間に合わんか。あ、劣勢になった。やばいやばいやばい、これやばいね。いっぱい捕らえられたんじゃないかな。私どこだっけね、なんか謎配置、謎担当替えしてるところがあったんですけどね。ここだっけ。あ、そうそうそう、妖怪さんをなんでか内政にしてるんですよね。まあ33だったからかもしれないけど。でもそんな軍事いらんのやけね。まあ年明けたんでね、とりあえず捜索、あ、まず在野やね。まあ多分1000人クラスの人しかいないんで。あー、大使山捕らえられてんのか。大使さんいただきましょう。はい。で、もう将軍に。おお、結構上までいけるね。春将軍、うん。勝負までいけるのか。
さんはもうそうですね、このクラスでいいね。なんとかカンペちゃん活躍させたいね。300ぐらい与えときましょう。よいしょ。はい。まあ天水おっとと攻めてもいいんですけど、余剰なんでね、今年の目標が。これ怪物さん兵力持ってないね、やばいねよく考えたら。毛達さん軍事にして、ちょっと馬食さん特殊に変えとこうか。名前で探した方がいいね。この辺か。行き過ぎた。はい。で、モータスさんね。あとは同盟残ってんのかは分かんないね。あと7ヶ月だ。いけんことはないのか。でも内容はちょっと時間切れになりそうですね。これまあ時期が経つ前にね。さああとは捜索かけときましょう。花弁はダメ。冠中長安、常陽、縁、深夜、こっちは常陽。ええやん。どうもいなさそうだね。ああ、ダメですね。あとはちょっと常陽に集合させて、まあ下の4人残して文平さんちょっと頭にしときましょうか。で上
上五人をちょっと常用で徴兵とさせましょうか。所在で見た方がいいね。あ、そうだ、西郷さんでね。で、寛平ちゃんとね。で、文平さん、大将に行きましょう。で、あとは遊んでる軍事担当ね。指導とかのね、まあ、こんだけ連れていきましょう。はい。で、文平さん、はい。コレイさん、軍師クラスだからモテるんですね。カヌさんはまあね、どっかのタイミングでいなくなっちゃうからね、いいんですけど。はい、では突き飛ばしましょう。あ、行かれた。あ、大丈夫だったね。あ、チョウさん回復。まあ大丈夫よね。はい、では、今回はここで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。